はい、続いてレスポンスとリクエストについて説明していきます。HTTP レスポンスライターですけど、こいつはですね、実はインターフェースですと。IO ライターと同じライトメソッドを持ちます。つまりは、レスポンスライターを満たすと、IO ライターも、ついでに満たすことが可能ですと。つまりは、レスポンスライターはですね、IO ライターとしても振る舞えるので、FM と F プリントとか、JSON ニューエンコーダーの引数に取ることができますと。で、インターフェースであることが非常に重要ですね。インターフェースなので、書き込む先をですね、ネットワークコネクションだけじゃなくてですね、HTTP の通信のコネクションだけじゃなくて、別の、その、まあ、メモリ上の値とかに変えることも可能ですと。はい。エラーを返す際はですね、HTTP エラーという関数が使えます。まあ、別にこれを使わなくてもエラーを表現することは可能ですけど、まあ、簡単に書きたい場合はですね、これを使うといいと思います。第1引数にレスポンスライター、第2引数にエラーメッセージ、最後にステータスコードを取ります。まあ、基本的にステータスコードはですね、まあ、インターナルサーバーエラーみたいな、500系とか400系のエラーを返した方がいいかなと思います。間違ってもステータス OK とか返すとですね、まあ、なんかエラーなのかなという感じがしますので、ちゃんとステータスコードを、ちゃんとしたステータスコードを返してください。はい。じゃあ続いて、JSON を返す、話に移りましょうと。JSON を返せばですね、エンコーディング JSON というパッケージを使いますと。まあ、JSON はですね、機械的に処理しやすい、形式なので、レスポンスとして用いることが、多いですと。で、JSON のエンコーダーを使って Go の値を JSON に変換すると逆を行いますと。構造体スライスは JSON のオブジェクトを配列に変換することが可能ですと。まあ、中間形式ですね。やり取りするための中間形式で、まあ、言語をまたいで値を、扱いたいときによく使われますね。で、JSON のエンコードですね。JSON のエンコードはですね、これ、まあ、このように書くことが多いですと。まず最初に、エンコードをしたい、JSON にしたい、型とかを作りますと。例えば、別に構造体じゃなくてもいいんですけど、構造体で行う場合はですね、こんな風に書きますと。まあ、通常通り、構造体を作ってですね、やるんですけど、デフォルトだとフィールド名と同じ名前で JSON のフィールド名も設定されるので、Go の場合はですね、公開するためにはですね、必ず大文字にしないといけないんですけど、JSON の場合は小文字で名前を始めることが多いので、JSON のフィールド名を別でこうやってタグで指定することができますと。これは、JSON エンコーダーの機能ではなくてですね、Go の構造体には実は型の横に、文字列が書けますよと。この文字列のことを、構造体のタグと呼ぶんですけど、書けますよという仕様がありますと。それを使って JSON エンコーダーでは、JSON パッケージではここに、エンコードした際の JSON の名前、まあ、デコードする際に使うJSON のフィールドの名前を書くことができます。で、まあ、この型を使って、まあ、適当に値を入れてですね、JSON ニューエンコーダーで、第一引数に、IO ライター、IO ライターを書きますと。そうすると、このエンコードっていうメソッドで渡した値をですね、JSON に変換して、この、その文字列をですね、このニューエンコーダーで渡した時の、ライターに書き込みますと。はい、質問で、構造体のタグは今まで JSON でしか見たことがない気がするのですが、JSON 以外にも構造体のタグが使われたりするのですが、使えますね。例えば、ボーラングバリ。この辺とか、これは聞いた。バリデーターとかに使ったりしますね。こんな風に。バリデートルールを書く際に使ったりとかしますね。まあ、要するにフィールドにアノテーション、まあ、情報を付加したい場合に、フィールドの場合はこの構造体のタグという方法が取れるのでよく、使いますね。JSON がよく見ると思いますけど、JSON 以外にもあります。標準パッケージでいくと、
PKG の、エンコーディングの XML とかもですね、タグがついてますね。エクスポートしない構造体はタグをどう指定しても JSON 化できま、できないですか？できないですね。できないですと。まあ、なんかここでは教えてない秘密の方法を使うとできなくもないですけど、まあ、やめといた方がいいかなという感じですね。例えば、こうしておいて、まあ、変なイントとかしておいて、まあ、こいつをですね、まあ、B とかストラクト、まあ、互換のありそうな感じのストラクトを用意してあげてですね、まあ、なんかメモリの、これを2つ確保した時のメモリの、その、なんだろう、並びとかが、まあ、一緒になるような型を用意してあげてですね、まあ、A の、A で、こうしておいてあげて、で、B として、まあ、このポインターを取ってあげてですね、この場所をアンセーフポインターというので、解釈し直して、それをさらに B のポインターに書き換えてあげます。で、そうすると、あら不思議、B として、B として100の入っている値が取れましたねと、まあ、これを使って buff のバイツバッファー使って JSON にエンコーダーをして buff を渡してエンコードで B を渡して、まあ、if エラーで、まあ、エラーだったらパニックしておきましょう。こうしてあげると、はい、JSON にエクスポートしてない構造体は JSON にできないかって言われると、まあなんかこう黒魔術を使えばできるっていう返答ですけど、まあやできないです。やりましたけどできないです。これはですね、アンセーフっていう、こう、ポインターを、こう、柔軟に扱うための危ないパッケージを使って、ポインターの解釈を A から B に変えただけですね。A から B に変えると、まあ、メモリの状態は A で確保、A として確保したけど、たまたま B も同じ並びで確保されるから、B として解釈しちゃったっていうやつですね。そうすると、B は N がエクスポートされたから、されてるからやったということで、JSON に変換できると。言うだけです。けどまあこれはまあ通常やらないですね。はい、じゃあ続いてレコードの方に移りたいと思います。レコードの方はですね、JSON New Decoder と、まあ、エンコーダーに似てるやつ をやりますけど、今度はですね、IO リーダーを渡しますと。まあ文字列とかを取得できるようなリーダーを渡してあげてですね、でデコードで、その JSON を、Go のオブジェクトにして、それを入れる先のポインタを渡します。ここは必ず、デコードの引数に渡すのは必ずポインタです。ここに出来上がったオブジェクトをセットしてくださいねという場所を渡す必要があるので、ポインタになっています。で、これはですね、レスポンスヘッダーの設定になっています。レスポンスライターのヘッダーメソッドを使うことによって、ヘッダーを設定することができます。
ただ、ライトやライトヘッダーを呼び出した後に、このヘッダーをセットしても意味がないです。なんでかというと、ライトとかライトヘッダーを実行した段階でもうレスポンス返ってしまうので、レスポンス返った後にヘッダー設定してもですね、一番最初に見た通り、ヘッダーっていうのはこう先頭、ボディよりか先頭にあるので、もうダメなんですよね。なので、それか前にセットしておいて、ライトとかを走らせてくださいと。まあ、ライトとかは直接呼ばなかったとしてもですね、こうやってエンコーダーにこのレスポンスライターを渡すとですね、内部で勝手にライトが呼ばれますので、まあ、その辺をちょっと注意した方がいいかもしれないですね。じゃあ、パラメータの取得の方法ですね。リクエストからですね、ホームバリューという形で、ゲットメソッド、ゲットとかで渡されたそのパラメータを、ゲットパラメータとかは、取得することが可能です。まあ、こんな感じで、ローカルホスト8080ハテナ MSG イコールゴーファーという感じにするとですね、この MSG イコールゴーファーにしたのが、この MSG というパラメータで、ゴーファーという値で、リクエストに載せられますと。で、これを取得するためにはですね、リクエストのホームバリューという形で、引数に MSG と渡すと取得することが可能です。で、これは注意しないといけないですね。ホームバリューで返ってくる値はですね、文字列なので、数値とかに変換した場合はですね、ストリコムパッケージとか使って、文字列から数値とかにキャストしてください。パースしてキャストしてください。で、リクエストボディ取得したい場合はですね、R ボディから取得してください。リクエストのボディは、リクエストのボディは、ですね、ドキュメントに書いてますね。The Serve HTTP Handler does not need to って書いてあるので、まあ、クローズする必要はないです。リクエストヘッダーを取るのにも、このリクエストヘッダーを取る場合はですね、リクエスト型のフィールドにあるヘッダーというところから取ります。このレスポンスの、レスポンスライターのヘッダーと同じ型の、HTTP ヘッダーという値が返ってくるので、そいつに対してゲットをかけてあげると、まあ、ヘッダーの名前で、取得することができます。この例だとコンテントタイプを取ってきていますと。はい、続いて、テンプレートエンジンの仕様ですね。テンプレートエンジンは Go にも一応存在していてですね、HTML テンプレートを使います。これはまあ Go の標準のテンプレートエンジンで、同じようにテキストテンプレートという、まあ、テンプレートエンジンがあるんですけど、それの HTML 特化版だと思ってください。で、テンプレートの生成はですね、テンプレート new という形で生成して、パースで、テンプレートを渡すことができます。まあ、もちろんファイルを渡すような、メソッドもありますけど、まあ、ここでは文字列を渡してパースしてもらうということをやっています。で、テンプレートマストはですね、大体テンプレートっていうのはパッケージ変数で初期化することが多いので、マストを呼んでいるという感じですね。エラーをパニックに変換しているだけです。で、テンプレートに対して値を埋め込みたい場合は、テンプレートエグゼキュートというメソッドを呼んでくださいと。第1引数に IO ライター、第2引数に、まあ、任意の値を取りますと。まあ、この場合は、リクエストからもらった値を埋め込んでいます。で、テンプレートの中での記法として、よく使う記法としては、まあ、中括弧中括弧ドットが、その文脈でのトップレベルのデータですね。で、フィールドやメソッドを持つようなものをデータとして渡した場合はですね、フィールドとかメソッドを呼び出すことが可能です。条件分岐とかは if とかありますし、繰り返しもレンジがありますと。で、Go のテンプレートはですね、必ずしもそのフロントエンドエンジニアの方にとって嬉しいものじゃないので、あんまり、HTML テンプレートを使うことってそんなにないかなと思います。まあ、ブログとかで使ったりはしますけど、Hugo とか使ってる場合は使うかもしれないですが、あんまり、使うことはないかなと思います。ただ、テキストテンプレートの方は、まあ、たまに使ってですね、例えば、まあ、Go リスト
GoList ってコマンドがあってですね、GoList のフムートってやると、フムートパッケージの情報が出るんですけど、フォーマットって形で、フォーマットを指定する形で、ここに、テキストテンプレートのフォーマットを渡すと、例えば、ドットを渡すと、F ですね、ごめんなさい。またそこんな感じで出ますと。で、Go ファイルするとか、それとフォームとパッケージで使われている Go ファイルの一覧が出てくるみたいな、いう感じで、なんか引数とかでテンプレートを渡して、コマンドラインツールの、表示の形式を変えるのにテキストテンプレートを使ったりとかします。ただ HTML テンプレートはそこまで使う出番はあんまりないかなと思います。はい、続いてミドルウェア。ミドルウェアというのはハンドラーより前に行う共通処理とかを書くような機構になっていて、これは別にその標準の機能というわけではなくて、こういった形で作れますよという話ですね。ミドルウェアっていうのをインターフェースで定義しておいて、サーブネクストで引数にハンドラ、戻り値にハンドラを取りますと。で、このミドルウェアの実装を簡単にするためにミドルウェアファンクっていうのを使って、関数にメソッドを実装させています。これはハンドラファンクと同じようなものですね。で、ウィズという関数を用意しておいて、ハンドラをもらってきてですね、可変長引数でミドルウェアをもらっています。そして、この可変長引数をぐる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 回りながら、サーブネクストでハンドラをどんどんラップしていきます。で、最終的に1個のハンドラになるので、ハンドラの前に処理を書きたい場合とかは、これを使って、ミドルウェアを実装することによって、うまく、その前処理とかを行うこと、後処理もできますね、この場合は。ラップの仕方によって、ラップの仕方がこう柔軟になっているので、サーブネクストがハンドラをもらってきてハンドラを返すので、元のこの引数でもらったハンドラを先に呼ぶか後に呼ぶか、処理の自分の加えたい処理の先に呼ぶか後に呼ぶかというのは自由なので、好きにやればいいと思いますけど、大体多分前処理だと思います。